こんにちは、石山浩二です。アンティックコイン投資を極めるのコーナーです。今日はご質問ですね。石山さんのコイン投資の著書2冊を読ませていただきました。今後新たにコイン投資について出版するとしたら書きたいテーマなどありますか、というのがご質問です。1つ目、欧州コインについて。2つ目、入り口出口戦略について。3つ目、コイン投資の前に揃える本。4つ目、オークション会社など、ということで4つのテーマでお話をしていきます。まあこれ、私がまた著書を3冊目をもし書くとしたらということですね。で、1つ目、欧州コインについてということで、まあ前の2冊は基本的にアメリカのコインについて書きました。で、これなぜかっていうと、アメリカのコインがアンティークコインの中では最強のものだからなんですね。で、これ最強のものっていうのは最高に高いという意味だと思ってもらっていいです。で、基本的には PCGS とか NGC とか全部アメリカの会社ですし、まあ、オークション会社、ヘリテージとかアメリカの会社なので、スタックスバウアーとかもですね。なのでアメリカのコインを中心に書かさせてもらいました。で、まあ、今はヨーロッパのコインもかなり、鑑定済みのコインも増えてきて出回っているので、まあ、この最初の1冊目2冊目書いた頃はヨーロッパのコインってあんま実はなかったんですね。で、鑑定されているコインも少なかったんですが、おかげさまでこの7年8年で増えてきたので、このヨーロッパのコインを特集してもいいかなという感じです。で、まあ基本的にはどの国のコインを買えばいいかとか、どの銘柄です、どのコイン、この5フランとかっていう意味ですね、この5ギニーとかってをやればいいかっていうのを、写真とかコインの詳細をつけてですね、紹介するようなところが1つ目。2つ目、入り口出口の戦略についてということで、まあ、これいつもよく言ってる、まあ、さっきの1本前の動画でも、結局入り口出口がよく分かってないのに投資するとうまくいかないんですね。で、さっき投資信託の話をしたんですけど、その投資信託ってどんなメリットがあって、どういうふうに伸びていくのか、ダメな場合どうなのかっていうことなんで、このコインの場合にも、まずどこで買う、どれを買う、いくらで買うっていうことと、じゃあ出口はどうするかと、同じようにオークションで出るとか、リザーブ価格を固定するかしないかとか、いつ頃売るとかっていうのも、まあ基本的には考えた方がいいかなという感じです。なので、入り口をオークション会社に決めたんであれば、そこに対する送金のこととか、言語、英語とかフランス語とかでの対応しなきゃいけないこととか、通関手続きとか海外送金とかですね、実際に来なかったらどうしようとかって、いろんな、諸問題が生じるので、最も安く買えるけど最も問題が生じやすいのがオークションで買うという感じ。あとは私がやってるように、コインディーラーから買えば日本人で日本語通じるし、お金さえ振り込めばすぐ送られてくるので、この辺の面倒くさいことを全てやらなくていいという感じです。まあ基本的にはこれ、 BMW の車を日本で買うんだったら日本のディーラーから買えばいいけど、並行輸入で買うこととかもできるので、そうすると激安ですけど排ガス規制を通さなきゃいけないみたいなことが起きたりする感じですね。あとは出口も、オークションで買ったらオークションで売るとか、もしくはコインディーラーで委託販売してくれるようなところとか、買い取りしてくれるところに、どうやってアプローチするかっていう問題になりますし、コインディーラーから買った場合、そのコインディーラーの人は再び売ってくれるのかどうかとか、売るときにはどんな条件でやってくれるのかどうかとかっていうのが大事なので、まあ、この辺について、まあ、どこの業者さんがどうっていうことはもちろん書けないので、こういうことを気をつけなければいけないっていうことが書けるかなという感じです。ちゃんとしたなんかアンティークコイン投資のチャンネルっぽいですね。3つ目、コイン投資の前に揃える本ということで、まあ、本たまにご紹介してるんですけど、イギリスのオークション会社とかフランスのオークション会社から出てる本とか、電話帳みたいに厚い本とかですね、よく出るゴールドコインズオブザワールドみたいな本とか、あるので、まあ、それをどこで入手してどういうふうに見ていくのかっていうことを、まあ、そのもし本を書けばですね、書いていけるかなという感じです。まあ、これ本結構大事なので、何を買ったらいいかわからないっていうご質問はたくさん来るんですけど、それはまずコインの絵柄がわからないからであって、コインによっては基準価格ついてます、その本の基準価格ですね。なので、それを見て実際のオークションと照らし合わせてみて、
そのコインが、どれだけ希少性があるのかとかですね、実際にその基準価格通りなのか、それともはるかに高い値段まで値上がりしてってるのかどうかとかを、見ていくために本があるという感じです。あとはまあコインの本によってはレア度判定があるものがあります。 R1 から R2、R3、R4 みたいに。でアメリカのコインとかも実は R がほとんどついているものがあるので、まあ、これはヘリテージオークションで R3 とか書いてあるコインがあればアメリカのコインでそれが何なのかとかっていうようなことが見て取れるかなという感じですね。あと4つ目はオークション会社などということで、まあこれはもう社名を挙げてですね、このオークション会社は例えばスイスにあってとかフランスにあってとかアメリカにあってとかいうふうになって、基本的にはその自分の国のある地域のコインが集まってきやすいです。イギリスのオークション会社であればイギリスのコインが集まってきますし、まあこれはヨーロッパと見てもヨーロッパのコインが集まってきやすいので、まあ、ヨーロッパコインやるんであればヨーロッパのオークションで買うのが種類も多く値段も安く買える可能性があります。まあ、ちょっとヘリテージとかは別レベルなので全世界のコインが集まってくるんですが、まあ、最も簡単に買いやすいので値段も上がりやすいかなっていうような感じです。で今オークション会社はそのオークションのこのプラットフォーム登録して、こういうふうにコインが出てきていくらで入札するみたいなのをこのプラットフォームが、何種類か出回っていて、今の新しい、システムだといろんなオークション会社はそのプラットフォームに乗っかってプラットフォーマーの会社に手数料を払いながらオークションやってるところが多いです。まあだんだん進化していくので、まあ、今だとオークショナーですね、こう司会進行してあるあるあるっつってこのハンマー叩く人とか、コインの画像とかですね、あとは、ビットがいくらかで、これも通貨、ドルだといくら、ポンドだといくら、ユーロだといくらみたいに出たりすることもあったりするので、この辺のオークション会社の、まあ、これどんどん変わってってしまうんですけど、オークション会社の特徴なども本に書けるかなという感じです。でそろそろまとめなんですが、基本的に、まあ、これ新しく本を出すとしたらどんなテーマで書くかっていう話だと思うんですが、基本的に今3冊目を書く余裕はないって感じです。YouTube やるのに結構時間かかるので、まあ本出すよりも YouTube の方が伝わりやすいっていうのもあります。あと、情報が最新のものが届けられると、これ大体4日か5日前に撮影したものが流れるような感じで、4、5本取りだめしてるんですけど、まあ、最新のニュースに備えるためにもそのようなものの方が早いと。で本出すとなると最低でも4、5ヶ月かかるので労力に見合わないっていう感じですね。原稿を書いて編集して、まあ、なので今出版業界はだんだん下火になってって YouTube の方がはるかに力があるっていうのはそういうことなので、まあ、本書くとしたらの話を今日はしてみました。基本的にまとめると、なのでまあヨーロッパコインをやるのが一番簡単だよと。アメリカコインやるんだったら5000万持ってきてくださいみたいな感じです。で、あと入り口出口本当大事なんで、ここをよくやらなきゃいけないということと、あと3番目のこの本ですね、本大事なんで、本を私が紹介したようなものを揃えてよく見てですね、でオークション望むとうまくいくかなと。で4つ目のこのオークション会社も重要なので、最初はヘリテージオークションからスタートしてスタックスバウアーをやるとか、いろんな MDC モナコをやるとかキュンカーやるとかいろんなオークション会社があるので特徴いろいろ違うんですが、最初やってからデビューしていくといいかなというふうに思います。本日の動画がためになって面白かったという人はぜひ、ね、高評価をつけていただければと思います。あとコメント欄ご質問いただければ、動画作りのヒントになりますので、ぜひコメント欄にご質問いただければというふうに思います。あとチャンネル登録のボタン、赤い字でこちらチャンネル登録と書いてますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。まあ、今回みたいにコインの話きっちりするパターン、投資の話、経済、戦争から陰謀論、支配者論、精神世界まで、健康までですね、いろんなことを喋ってますので、ぜひ登録していただければと思います。あと動画の最後に QR コード、概要欄に URL、LINE 上でゴールドコインと英語で打ちますと、私が発行している LINE に登録することができます。週1回ニュースレターを発行しているのと、動画が1本ついてまして、動画見た人、希望者にですね、30分間、Zoom、オンラインで個別相談というのをやってます。今だと水曜日と木曜日と日曜日、でほとんど埋まっているので、
埋まっててどうしてもご相談早くしたいんですっていう人は、LINE に登録してですねメッセージいただければなんとか調整してどこかに隙間に入れてズームしますのでぜひ登録していただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。